ヤッホー、おはぴおはぴ、10時です。朝起きれたので起きれたのでメイクしながら今日も配信します。寝てたのは今日は8時45分に起きました。布団出たのは9時だけど、昨日は3時2時半いや3時前くらいに寝て8時45分に起きました。なんか初めて聞くアラーム音で起きた今日。アップデートして昨日寝れた遅かったけど、1時間くらい時間あるので、11時くらいに前くらいに終わります。寒い、本当に寒い今日、やばい、凍えながら起きました。もう凍るんじゃないかってくらい。夢見てない気がする。 見たかな、覚えてないです、全然記憶がない、夢の夢の記憶がないけど、なんか見たかな。一昨日はそれこそまたライブ、これからライブだけど瀬戸に何も知りません、振り付けも何も知りませんみたいな夢を見ました。最近多い、なんか多いっていうか最近2回目、めっちゃ焦った夢だった。しかもそれを2時間くらいの間で見たんです。今日はライブですみたいな、あれ瀬戸に何にも知らないですっていう夢でした。ショールームを始めたからかも、またなんだろう、その時の気分に戻った。今日の朝はココアを飲みました。ミルクたっぷりココアを飲みました。寒すぎて、寒すぎてあったかいの飲まないと死んじゃうと思って、あったかいココアを。決まりのテロ。確かに乾燥大丈夫だ。ちょっと前まで朝起きたらもう喉が痛すぎてあーってなってたんだけど、ここ最近なんか平気、なぜか、あ、メイクするのに鏡忘れてきた、鏡取ってきたいな、ちょっと一旦このショールームが鏡をここにいつも置いてメイクをしながら配信するんだけど、ここに置く鏡を忘れた。鏡なしでメイクしたらして、この画面でメイクしたら後から鏡見て、あー全然ここできてない、あるある、だからちょっと鏡を取ってきます。お茶会まだしばらくですね。まだお茶入れ買ったはいいけど、お茶やっぱ買ったはいいけど、あのまだお茶一回も入れてないんで、早く入れなきゃです。せっかく買ったから。今日肌がツルツルなんだけど、なんで？昨日パックしたからかな、あのパック、スクラブみたいな、めちゃくちゃお肌がツルツル、もう触った感じが全然違う、ハッピー、お肌が綺麗だとハッピーですね、気分が上がりますね。
ルントゥルンだ、お肌が。皆さんにもこのトゥルトゥル具合を届けたい。最近肌の調子がずっと悪かったから嬉しいです。嬉しい。お部屋暖房つけて、このお部屋暖房つけてないんですよ。ショーレムそれしたらもういなくなっちゃうから。でも暖房なしだけど全然快適に過ごせるくらいにはあったかい。そんな広い部屋にいないか。うん、パックのおかげでめっちゃ肌の調子がいい。最高。トゥルントゥルンです。ちょっと、ちょっと鏡撮ってきたい。鏡撮ってきます。このトロトロ具合。このネティッシュの箱の上にスタンドを置いて配信してるんですよ。この光景なかなか面白いから見せたいくらい。ちょっと鏡を爆速で。鏡も揃いました。うん、ツリー飾ってますよ、クリスマスツリー。イエイ。クリスマスケーキ食べる。何ケーキしようか。なんかケーキお店で買ってちょっとしたスイーツを作りたいですね。クリスマスケーキ作ろうと思ってたけど、ちょっとこんくらいの可愛いお菓子作りたい。今日も1時間以内にメイクが終わるかな。11時までに頑張ってメイク終わらせます。配信しながらメイクすると
のんびりやっちゃうから時間かかる。めっちゃ片言みたいな喋り方、時間かかる。ブッシュドノエルってなんだっけ、名前はめっちゃわかるけどどんなのか姿が出てこない。ブッシュドノエルの姿が出てこない。ジェニューって何でしょう。丸太みたいなやつ。あーほい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 出てきた、姿が出てきた。あれか、いいですね。料理配信またしたいですね。することあるかな。カメラのフィルム現像してないです。まだもうカメラ屋さんってもっといろんなとこにあるかと思うんですけど、思ってたよりない。思ってたよりあるけど思ってたよりない。あるとこにはあるけど思ってたよりなかった。現像してくれるところ、年内には絶対にしたい。年内までにしたいことがいっぱいですね。ちゃんと片付けなきゃ、いろいろ。なんか友達とかと出かけるたびに持って行ってたんで、カメラを、そのフィルムカメラを、その一緒に撮った友達とかにも送りつけなきゃいけないんで、早く現像してみんなに渡したいなってそう思ってるんですよ。クリスマスプレゼントもらってないよ。誰かちょうだい誰か私にクリスマスプレゼントくれないかも。でも欲しいものねないんですよ別に。ツルツル泣きそうお肌がツルツルすぎて感動する。嬉しい、今日一日頑張れそう。感動のツルツル具合おお、すごい素晴らしい。自分を褒めたたえたいです、この肌のツルツル具合。おおノー、なんで最近全然寝てなかったのに。どうしたんだ、やっぱ昨日のあのパックのおかげかもしれない。おお、ビューティフォービューティフォー、私のお肌ビューティフォーですよ このお肌の綺麗さでこれだけ感動できる自分も可愛いなと思いますけど、見て伝わりますか、このツルツル。皆さんにこのツルツルぐらいをお届けしたいですけど、おお、やっぱね、メイクしてるときにお肌がツルツルだって感じると一日頑張れますね。もうメイクのりが素晴らしく良いファンデーションがヒューヒュー乗ってくれますね。ようこらしよって感動、ありがたや。自分のお肌に感謝してます。ありがとう、ありがとう本当につい触れる前まで肌が調子悪すぎて、ああもう睡眠大事、ノーノー寝ないの、ノーノー夜更かしノー
朝もちゃんと起きて朝ごはんちゃんと食べてとか思ってたんですけど、見違いました。ありがたいや。最近ニキビできたのよ、この辺に。今もうだいぶ治ったけど、ぽつぽつりぽつりぽつりって感じでできてたんだけど、おお、肌が見違えました。確かに乾燥もあったかもしれない。なんで？全然昨日夜中にマックとか食べたの。一昨日か。一昨日夜中にマックとか食べたけど、肌が綺麗になってくれてよかった。本当になんか今までもそんな食生活気にしすぎてないって思ってたけど、本当に卒業して本当に何も気にしなくなって、あ、意外と自分の中でちゃんと制限というか多少の制限はやってたんだなって感じて、今はもう何も気にせずに食べたい時に食べたいものを食べてるんですよ。でも なんかやっぱ分かんないけど、そうし始めてから逆に体重とか減ったし、気にしすぎるの、気にしすぎてたわけではないけど、難しいですね。あんまり気にしないでっていうのが いいと思うのかな。本当に今はもう何も気にせず食べたい時食べたいもの、好きなだけ食べて。最近なんか夜中にマック食べることが多いです。夜中のマックってなんであんなに、いやハンバーガーとかバリバリ食べないけど、絶対もたれちゃうから。もうこの世のものとは思えないくらいサラツル、サラサラ、自分の肌に感動してます今日。この世のものとは思えないくらい触り心地がいい。例えると何くらいサラサラかな。何くらいだろう。でも本当に卵くらい。今ちょっとパウダー塗ったからサラサラだけど、あの卵にパウダーを塗ったらこんな感じになるんじゃないかって思います。あのゆで卵殻見た後もずっと触れる。皆さんにもこのここを
お届けしたい。ミスさんはよくうまく食べてますからね。夜中に、しかも今食べるのって時に食べ出すし、意味わからん量食べるんですよ、ね、普段はそんな食べない人なのに夜中のマック意味わからん量食べ出す。驚く、モスバーガーも好きよ。もう25分だ。早い。早すぎる。やっぱお肌塗るだけで顔が全然変わる。皆さんに私のメイクを全てお届けしてる。私がどんなメイクしてるかもうバレてる。そんなだいぶ前からか、全バレしちゃってる。あビッグマックにポテトにシャカチキに幸せそうに食べて、食べすぎやろ。すごい、それを食べれるのがすごいですね。一気に入らんもん、絶対もう今日じゃない、無理ってなりそう。今日は何食べたい気分かな、なんだろうな。お魚お魚食べたい気分です。お魚食べたい。商品紹介、アイシャドウは赤とピンク系を使ってます。ピンク、ビッグマックだけどお腹いっぱいですか。確かにビッグマック食べたことない。ハンバーガー食べないのね、あんまりビッグマックってすごい、名前からすごそう。めちゃくちゃボリューミーそう。料理魚、いやどっちも好きですけど、魚の方が食べたくなる。弱いんで一応が、すぐにもたれしちゃうか。焼肉いっぱいとか食べれないか。お刺身いっぱいの方が食べたい。この前お魚屋さんで食べたお魚煮付けの定食がめちゃくちゃ美味しかったな。また食べたい。
小さい頃は本当にお魚、お刺身以外のお魚が嫌いだったから、今こうやってお魚美味しく食べれるようになってよかったなって思います。大人になったら美味しく、うん、食べれるようになるよみたいな言われてきて、ちゃんとそう なれてよかった。小学校のなんかクラスのプロフィール表みたいなの提出した時には、好きな食べ物にお肉って書いてたぐらいお肉が好きだったんですけど、今は魚派になりました。好きな食べ物お肉先生が、先生もお肉好きってその隣に書いてくれてましたね。お肉ってかだけ書いてた、かわいい。なんかステーキとか、なんか焼肉とかならわかるけど、ただお肉お肉とだけ書いてたのがすごすぎて、相当お肉が好きだったんだと思います。面白い、小学校の私面白い。あー、モスのオニオンリング、みんな言う。私オニオンが嫌い、苦手なんですよ、玉ねぎが。だけどオニオンリングめっちゃうまいって言われるから超食べてみたいってずっと思ってます。確かにもうお昼前だからご飯の話でみんなの食欲を、お昼ご飯何にしようかなってみんな考え始めてるじゃないですか。今もうお魚の話し食べたいって話ですから、お魚気分です。私はオニオンリング食べてみたい。もう魚の口になっちゃった無言になっちゃった。今はアイシャドウをぬりぬりしてますね。ピンク可愛いですね。これはお友達がくれました。可愛い、まつげが、うん、上がってないけど、マスカラを塗っていきます。
の綺麗さ。卵や。ゆで卵や。今日の肌。次のると慎重に慎重に、なんかん？黙っちゃう。無言配信になっちゃってる。メイクに集中してきて良いでしょう。いやーそうですね、皆さんの今日の朝ごはんは何でしょうか。一生食べ物の話してる人になってるけど、チョコレート、朝ごはんチョコレート、いいですね。高カロリーな朝ごはんですね。いいですよ、たまにはやっぱ好きなものは朝から食べたいですから。本当に今起きたのでまだです。起きたばっかり、まあ、全然ね、まだまだ朝、全然朝、まだギリギリとかのレベルでもない、まだ全然ちゃんと朝だから許される。誰にって感じだけど、まだ全然許される時間よ。11時59分までに起きれば全然セーフなんで。まだ食べてないよ、まだ朝だもんね、全然。土曜日だし。コーヒー、おにぎり、パン。いいね。いいね。おー、メイク、目が変わってきた。38分。なんか話のネタください、お題、話のお題ください。このルームで初めまして、初めまして、ありがとう、わざわざ皆様。元気なドラマ何見てた？ドラマは一旦最初は全部見たんですよ。で結局最後まで
見たのは下克上球児とこたつがない家、その2つだけは最初から最後まで全部見ました。ちょこちょこ見てたのが一番好きな花ぐらいかな。でも見逃したやつとかは後から配信とかされたら見たいなって思ってますね。最近爆笑したの、もう爆笑、毎日爆笑してるけど、その内容を覚え出せないんだよね内容が。毎日爆笑してる、毎日爆笑してるっていう自覚はあるんだけども、その内容が全然思い出せないんです幸せですよね。幸せね。海外ドラマ全然、海外のね映画とかドラマはあんまり見ないんですけど、でも今ね、あのチャーリーのチョコレート工場のあの映画今合ってるじゃないですか。あれをめっちゃ見たいんだよね。あれ一番見たい。あれとトットちゃんをね早く見に行きたいんですよね。映画から見たい映画たくさん。下克上球児マジで最後の3話くらい本当に面白かった。毎回よかった、感動しました。よく見るバラエティ番組ですか？なんだろう、あんま見ないかな。あ、バナナサンドバナナサンド、あれ絶対見ちゃいます。テレビ、あの家にいて火曜日の何時だっけ、火曜日だっけ、あのバナナサンドが放送されてる時に家にいたら絶対見ちゃう。テレビでバナナサンド、バナナサンドってして見ちゃうくらい好きです。今一番好きあれ。面白いゲームが見ちゃう。あとはその昔から好きなのが、あの毎回あの見るわけじゃないんだけど、ポツンと一軒家がめっちゃ好きです。私あのテレビが本当に好きで、なんかわかんないんだけどすごい見ちゃうんですよ。大好き、ああいう系、田舎でなんかみたいな、そういうのがすごい好きで見ちゃう。大好き、あの番組が、あの番組のファンですね。ちなみに弁護士は手がかかる、さっき最終、あれ最終回ちらっと見てた。かわちいドラマ、あ、M1 確かに24日何時見たい。24日の夜はどっちにいるか見たい。私小学生、ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃好きだった番、一番好きだった番組が、あのお家をリフォームするビフォーアフターみたいなっていう番組が一番好きだったんですよ。小学生の時一番好きだった番組それですプリキュアとかさ、なんかアニメとか いろいろ見てたけど、一番好きで釘付けになって見てたのがビフォーアフターです。おもろくない癖あるあの番組本当に大好きで、お家がこうやってもうなんだろう、生まれ変わる瞬間が本当に好きで、ずっとあれを釘付けになって見てました。そのリフォームのやつ、なんということでしょう。それそれ大好きだった、あれが。春になったら見てください。え、見ます見ます、一旦全部見たい。渋いよね、小学生で。そうだよ、小学生の頃はあの番組本当に大好きでした。なんかお家見るのが好きだったんですよ、小学生の頃から。いろんなお家見るのが
なんかね、お家に昔なんか多分親が見てたやつなんだけど、なんか何なんだろう、親の本があったんですよ。こういうデザインの部屋みたいな、建築系のなんか本がとか、なんか整理整頓術とかそういう本がバーってあって、それをひたすら見てました。毎週土日の朝暇で、遊びに行く前暇でアニメとか見終わって、その時間ひたすらそういう本を読んでました。お家見るのが好きだったんですよ。それで小学生の、小学4年生の頃の将来の夢に建築家って書いてた。お家が好きだったんですよ、うん、ねえ。だからビフォーアフターで、ああこういう作りがあるのかみたいな小学生ながらに感動してました。あの番組を見て、私の小学生時代靴ありますね。そう、間取りとか確かに分かったからそうなんですね。小学生の頃でも、なんだろう、いろいろ思い返してみれば、ああこれも大好きだったなっていうのいっぱい出てきそう。めちゃイケとかおしゃマップとかめっちゃ楽しみにしてた。大好きだったM は15時から18時半まで敗者復活戦から、そこから22時半。おな、長いんだね。なんかちゃんと丸々 M1 見たことないけど、なんか去年お仕事の合間だった気がするな。チラチラなんか移動の車の中でみんなで M1、 なんか去年とか一昨日だろう、なんかわかんないけどめっちゃ見てた記憶があります。合間で JK 懐かしい。見たいな。19分、もう意外と時間経つのが早かった。変わったかな、最初とお顔。小学校の頃テレビっ子でしたね、めちゃくちゃ。
でもみんなそう、今でこそそのね、YouTube とかいろいろ TikTok とかあるからだけど、あの時はテレビしか見るもんなかったから、ずっとテレビ見てました。去年の M1 ジョンマイラブ終わりだなるほどね。12月23か、1年前の写真でも見返してみようと。入ってるか、お、ん、あ、22日と24日の写真あるけど、23日の写真が1枚もない。22日の私の写真おもろい、何この写真いやめちゃくちゃ白飛びしてる。あ、1年前の12月22日の私の写真、これは多分ジョン・マイ・ラブのパンフレット撮影があったんですよ。え、いやでも違うか、ん、その写真を保存した日がこの22日ってことかな。葵たんが撮ってくれてたんだよね、それを保存した日が1年前かもしれない言うてなかった。12月24日の写真、お話し会のいつもの鏡のとこで撮った写真、かわちい、髪が長いですね、成人式前なのでこのくらいに伸ばしたい、早くロングになりたい。あ、これは話し会終わりにヒカルンとコーヒーを飲みながら極寒の中外でおしゃべりした様子です。ここにはお友達のプレゼントを買った帰りですね。この後確か鳥貴族に行ったはずです懐かしい。あ、29日、1年前の12月29日の私です。柿小屋柿小屋、おー、12月の写真、でもスマホを変える前だからあんま写真が残ってないですね。懐かしい、トリキ、早くロングになりたい、もう毎日伸びれーと思いながらね過ごしてますけど、こうやって早く伸びれーと思う時ほどそんな伸びるのがね早くないんすよね。なんだ、でも伸びるの遅くなった気がするんだけど、そ、気のせい？いや、めっちゃ待ってるからそう感じるせいかな、そう感じちゃうの。前回切ったのが1ヶ月前、1ヶ月以上前か、いや2ヶ月前くらいだから、あ、でも結構伸びたのかな、染めたからかな、傷んで伸びるの遅くなったとか、早くロングになれーと思いながら
毎日過ごしてます。なんか伸びた頃にはもうロング飽きたってなってそう。あるある、バグにしようってなってまた切りそうな気がするけど、でも今は早くもう前髪も切ろうと思うし、黒髪ロングになる日を待ち望んでます。切りすぎてるからか、切りすぎか普通に伸びてるかいい感じに。今ロング、ロング目指しています。Now。ね、伸びるまで我慢できるようにできたらいいなと思いますね。メイク完了。今日も無事配信をしながらメイクを終えることができました。ありがとうございます。イエイ。明日か明後日、いや明日、明日絶対前髪を切ります。明日の夜パッツンにします。もう私は決意しました。明日の夜までに気が変わらなければ決意しました。私は前髪を切ることを、再びパッツンになることを決意いたしました。前髪を伸ばし始めて、あれ私前髪ない方が似合うんじゃないかっていう心が変わることもありましたが、写真を見返し見返し悩みに悩んだ末、やはりパッツンの方が似合う、今の私にはパッツンがいいんだ感じ、再び前髪を切りパッツンになることを決意いたしました。よろしくお願いいたします。はい、さてメイクが終わりましたけども、あ、いい時間ですね。もうちょうど11時頃ですけども、メイクも終わりました。一緒言ってる。今日私は肌がツルツルなのでテンションが高いです。いいこと。髪の毛をきれいにセットして今日も行ってきます。
近いな。昨日夜配信した時もこの服を着てた気がするそういうことです。まだパジャマです。着替えてません。これからおしゃれします。ちょっと朝からお付き合いいただきありがとうございました。今日もね、皆さん一日のんびり過ごしていきましょう明日は、明日も配信しちゃうよ。明日は、明日もまあなんかできそうな時間にやろうかな。夜？朝？朝またメイクしながら配信してるかもしれない。起きれたら起きれたらですけど、また朝やってるかもしれない。もし暇だったら見てください。通知来てて起きてたら見てください。ありがとうございました。じゃあ終わろうかな。朝からありがとう。皆さんの貴重な土曜の朝をありがとうございます。じゃあ今日も一日頑張りましょう。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ今日も頑張ろうね。うん、ありがとう。いってらっしゃいです。行ってきます。良い一日を。ありがとう。またね。バイバーイ。